フィフスエレメント、フィフスエレメント、フッツダイ、レ・ソング・ケーム・エディメント、ベーダイ、ザ・フィフスエレメントは1997年のフランス SF アクション映画。リュック・ベッソン監督、ブルース・ウィリス主演、ミラ・ジョボビッチの出世作でもある。1997年5月9日、カンヌ国際映画祭プレミア公開。 1914年エジプトのピラミッドで世界を救う五番目の要素フィフスエレメントと世界を滅ぼす邪悪な存在が予言されていることが発見された。突如円盤で飛来したモンドシャワン人により鍵となる四つの石が隠し部屋より持ち出される。2263年世界はすべての攻撃を吸収してしまう反生命体ミスターシャドウに脅かされていた。 リンドバーグ統一宇宙連邦大統領は、モンドシャーン人の意志を受け継ぐコーネリアス神父より、モンドシャーン人と5番目の要素、フィフスエレメントを知らされ、彼らを地球に呼び寄せるが、彼らは宇宙の殺しやマンガロア人の攻撃を受けて、殺害されてしまう。科学者は、回収された腕の細胞からビジョリー・ルーを誕生させるが彼女は脱走。 偶然通りかかったタクシー運転手コーベンダラスに拾われる。警官に渡さず、リー・ルーの言葉がわかるコーネリアスのもとへ連れて行く。モンドシャーン人たちは四つの石板を連邦最高の歌姫に託していた。十年に一度、フロストンパラダイスでコンサートを開くというが、明日だった。コーベントリー・ルーは、なんとか八方手を尽くして、フロストン行きの宇宙船に乗る。歌姫が、 マンガロワ人たちに襲撃され、石板は体内にあると告げて死ぬ。石板を手に入れたコ弁ベンは、人気 DJ ルビー、ロットの助けも借りて、敵を一掃。スーブで乗り合わせた客船が爆破されると知ったコ弁、ベン、たちは、造具が置いた、宇宙船で脱出し、造具は、石板を求めて、爆弾を止めるも、マンガロワ人が再度起爆させ、造グは爆死。 ナイルの神殿にたどり着くが、反生命体は加速し、1時間57分後に地球と衝突するという。4つの石が揃って、使い方もわかり、D ルート孔弁の愛し合う力で、反生命体は地球から遠ざかる。本作は映画、マトリックスと並んで、押モ守監督のゴースト・イン・ザ・シェル、合格機動体の映像表現に強く影響を受けた作品と、 マスコミに、しばしば紹介される。リュック・ベッソンは、後に、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊を好きだった作品と語っている。脚本は監督のリュック・ベッソンが16歳の時に、考えた物語を元にしている。ベッソンは、フィフス・エレメントを映画化すべく行動を始め、実際に映画化寸前まで話は進行していたものの、資金面で実現不可能との結論に達した。 解決案として低コストで別の映画を制作して、それを本作品の資金の足しにする計画を立てた。そのためにベッソンは2日間でレオンの脚本を完成させる。当初は資金の足しにするつもりで制作された。レオンは大ヒットし、最高のスタッフ、条件で本作を制作することが可能になった。以上もジャンポール・ゴルジエが担当することになった。当初、 リールーの設定は、フロストン製の海岸に住む、若く美しい女性だが、年齢に千歳の砂女になるはずだったという。リールーが語っていた、言語、古代宇宙語は、ベッソン自らが、ラテン語やヘブライ語から考察し、辞書まで作り上げられた造語。先のことは、DVD 化された、サイの特典映像でも語られている。今作で、ヒロイン役をめたミラジョボビッチは、 一度今作のオーディションに落ちている。その後ルックベッソンがロサンゼルスに滞在している時、単独で再び乗り込み役を得た。どのようにして役を得たかは様々な憶測が飛び交っている。ミラは映画公開後、ベッソン監督と結婚。ベッソン作品には常連であったジャンレノは出演予定ではなかったが、ベッソンの計らいにより声のみで登場するという形になった。 ジャンラノの声は、ルービー、ロット、クリスタッカーの登場シーンで効果音として、ジェミナイ、ジェミニと発言している。なお、ジェミニとは、ルービーの出演する番組のスポンサー企業名で、公弁が当たった検証の、ジェミニコロッケを販売している、食品会社。パラマウントジャパンより、ブルーレイディスク、DVD の2フォーマットをリリース。ステリー・ビススンによる、 ノベライズ作品が刊行されている。こちらは、ロットの名前が、ロックになっていたり、ダラスとゾーグが対面するシーンがあるなど、映画版とは、微妙に内容が異なっている。翻訳版は1997年に、ソニーマガジンズより刊行 ISBN978 から4から789712323。1998年にコリストエンターテイメントの、 開発により日本ではハドソンよりプレイステーション用ソフトとして 3D アクションゲーム化されている。またスピンオフとして2001年には欧州向けのプレイステーションに用ソフトとして本作劇中に登場したニューヨークとエアカーを用いたレースゲームナイヤーニューヨークレースが発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。